こちらは、みんなと作る家族アルバムということなんですけれども、アルバムカフェですね。素敵な、装飾をされたアルバムが、並んでいるんですけれども、ちょっとお話を伺ってみたいと思います。おはようございます。おはようございます、はい。こちらはどういうブースになるんでしょうか。はい、こちらはですね、7月の第4日曜日が親子の日というのがありまして、こちらが制定されてからも30年以上経ってます。で、それの応援イベントとして親子撮影会を予約制で今日はさせていただいてます。あとはもう一つですね、アルバムカフェの体験会ということで、チェキで1枚写真を撮らせていただいて、それを台紙に飾り付けをしてお持ち帰りいただいています。親子撮影会の方はもうかなりの人気だと伺いましたが。そうですね、限定数以上にお申し込みをいただいておりまして、今日は満員で、はい、やっております。こちらの、台紙に何か写真をこう貼って装飾をするということなんですけど、はい、やっぱりそれぞれのこう世界に1枚しかないアルバムができるということなんですかね。そうですね、はい、今やはり撮るだけになってしまっているご家庭が多いので、ぜひ皆さんで見ていただけるようにプリントをしてアルバムを作ろうという活動をしております。はい、早速ちょっと中を見せていただいてよろしいですかね。はい、こちらのブースはですね、アルバムカフェ、それから親子撮影会のブースなんですけれども、こちらのブースの方では、インスタントカメラの方で写真を撮ったものをですね、台紙に貼って、でマスキングテープで、自分の好きにこう模様を作ったりですとか、あとこういった、穴開けパンチを使って、こういったですね、可愛らしい、模様にしたりですとか、まあ、そういった形で世界に1枚しかないアルバム作りということで、ちょっとじゃあ見せてもらっていいですかね。こういった形で、あ、とても可愛いですね。こう 色合いがこう豊かで、動物の型で作ったんですか。はい、まあ、こういう体験もできますので、ぜひ皆さんお越しください。でこちらが、ですね、親子撮影会ということで、そちらの会場になっているところなんですけども、ちょっと、あ、どうですか。ちょっとお話だけ伺ってもよろしいですかね。はい、おはようございます。すいません、ちょっと自己紹介だけしていただいてもよろしいですか。写真家の熊谷です。はい、今日は朝から結構親子連れの写真をたくさん撮ってらっしゃったと思うんですが、まだ滑り出しですけど、今日はなんか70組ということなので、まあ、それぞれお孫さんと撮るおばあちゃんもいたりとか、やっぱこの時しか撮ったものがこう記念になりますので、まあ、そういうことで、楽しみにしてますけどね。うん、やはり親子で撮る写真とかっていうのはやっぱり少なくなってきてるんですかね、写真館とか。あ、写真館で撮るのは確かに少ないんですけども、やっぱ記念に残るということで見直してる、来てるんじゃないでしょうかね。はい、何かその東日本大震災の影響もあってっていうことだったんですけども、そうですね、311の頃本当に僕も現地に行きましたけれども、アルバムが流されちゃって、全ての記憶が、要するに写真があることによって記憶が残ってるっていうこともありますけど、それがなくなって、でそこに、まあ、親子の写真とか家族の写真撮ってあげるにこう伺った時に、まあ、撮ってもらって嬉しかったって言って、それが、新しいページになるということで喜んでいただいたってことがありましたね。ですからやっぱり記憶、家族の記憶ってやっぱ写真って重要だなって、写真の力っていうのはやはり記録して記憶しておくという一つの、まあ、ツールでもありますので、そういうことで本当に家族写真とか親子写真大事なんじゃないでしょうかね。お子さんの笑顔の表情とかって、小さい子とかの笑顔の表情を作るのってなかなか難しいと思うんですね。あとカメラ目線にしてもらうとか、何かこうコツとかってあるんですか。まあ、ガラガラとか今いろんなありもの、そういうの用意したりしてやったりしますけど、ちょっと僕はこういう顔してるので怖いから結構緊張してるみたいなんで、ちょっと、まあ、カツラでもかぶったらいいかなと思うんですけど、まあ、やっぱりこうコミュニケーション、笑顔をやっぱ作るためにもいろいろ、まあ、おじいちゃん役としていいのかなみたいなのもありますけど、ね。はい、やっぱ写真を撮る上でコミュニケーションってとっても大事ですか。絶対そうですね。やはりコミュニケーションを撮ることによってその人の心の中に入るし、で僕も写真を撮るって時はその人に一瞬でもこう惚れ込むというか、いいなと思わないとやっぱ写真撮れないですよね。
だからまあそういう意味でその人とこうコミュニケーションを取れるときにやっぱりいい表情が取れるということはありますね、はい、普段とかっていうのは、まあ、今日はこのまあ70組とのことなんですけど、うん、普段もやっぱり親子写真を撮りにいらっしゃる方って多いんですか？まあ、あの今被災地周りは今相馬 の, あの南相馬とかあの辺りがちょっと今中心になってますけど、まあ、あの辺であの家族写真を撮ったりはしてます。でもまあ今だんだん頻繁ではなくなりましたけど、あとは普段はまあこういう会があった時撮ったりとか、もともとはまあ、あのいわゆるこうポートレート撮るインタビューの、あの写真を撮る仕事が多いんですけど、まあ、有名人のこうなんかインタビュー写真とか、まあ、とにかく人物の一番いいところをこう引き出すというか、そういう写真をずっと撮ってきましたので、まあ、素人というかそのアマチュアの素人の方に対してでもやはりその表情を引っ張り出すということはやっぱコミュニケーションを取って、だからすぐこう取らないでやっぱ話をまずしてからある程度こうあの打ち解けてから取るというのがポイントかなと思いますけどね、うん、まあ、うちも親父が写真館、まあ、長野で写真館やってましたから、まあ、その小さい時からもちろん見ててどうやってこう撮ってるのか見てきましたけど、やはりいい写真撮るということはやっぱしその人家族とかそういう人たちとちょっとこう親しくなって、まあ、お茶でも飲みながらみたいな感じで撮った方が本当はいいんですよね。だから今日なんか70組なので本当に3分くらいの間にその家族とどうやって打ち解けるかっていうのがこうちょっと至難の技なんですけど、まあ、いずれにしてもやはりいい写真を撮ろうと思ったら少なくともこうコミュニケーションしていくというのが大事かなと思いますね。子供は結構その笑顔になるとそのままこう笑顔が続くかなって思うんですが、大人とかってなかなかこう笑顔ができない方もいらっしゃると思うんですけど、そういう時には、ね、指標があるんですよ。あの1たす1は2とかねそれから韓国の漬物はキムチとか1ってなると口角が上がると笑顔になるんですよ。で、まあ、大体の人はこう笑顔にこういいってなった時目をつぶることはできないと思うんですよ、こうやって目をつぶって結構難しい、ですからね100人200人の例えば集合写真撮ってもそれを1冊1人とかってやると全員目つぶりないんです。まあまあ、 あの1人2人ちょっとこう逆らう人いますけど、まあ大体そんなことがあって、やっぱりいってやるだけで口角が上がるだけで笑顔になりますので、その辺がポイントかな大人の場合。うん、そうじゃあ今日はまあ70組、撮るということで、まだまだこれからですね、5組目、あ、じゃあまだこれから、お忙しだと思いますけれども、はい、じゃあどうぞ。ユミ君、笑顔素敵だったよ、今。はい、じゃあ行きます。めっちゃ可愛い。あ、そうそう、お母さんももうちょっとくっついた感じ。はい、そうそうそう。はい、普段絶対肩組むことないと思うけど、ちょっとお母さん、あの、そうそう、少しこうやって。そうだね、そんな感じで、なるべく。はい、じゃあ行きます。はい、笑顔です。はい、まだ行きます。はい、ユミ君、ゆっくりですよ。はい。はい、まだ行きます。はい、素敵な笑顔です。もうちょっと元気な感じで行きます。ちょっともうちょっと元気な感じいいかな。はい、今、みずきちゃん。みずきちゃんは今、何ヶ月 ?11 ヶ月。ああ。しっかりしてますね。どうですかね。でもなんか結構家で撮るときに笑顔笑顔って言ってたらなんか無理やり笑顔を作るのが上手くなるかもしれないです。家族でこう写真館で写真撮ったりとかはされたりしますか？あ、そうですね、たまになんか記念日とかあの子供の誕生日とかに撮ったりはします。はい、じゃあお父さんにもお話聞きたいと思うんですが、ちょっとお父さんは硬い表情だったかなと思うんですけど結構緊張されました？あまりちょっと撮られるの慣れてないもんですから、はい、そうですね、なかなかちょっと緊張しちゃいますね、はい、ただまあ家族のなんかいい思い出になりますね。そうですね、はい、ありがとうございました。すいません、子育て情報サイトミーテのブースに来ております。こちらにはですね、絵本がずらりと並んでおりまして、絵本の読み聞かせをする体験ブースということになっております。ちょっとお話伺っても大丈夫ですか？はい、ではこちらのブースを担当されている方にお話を伺っています。おはようございます。おはようございます。こちらはどういったブースになりますか？はい、こちらはですね、あの絵本、ありがとう、あ、いいですか、ごめんなさい、あの絵本の子育てを支援しているミーテというウェブサイトがあるんですけれども、そちらが提供している無料の絵本コーナーになっております。だいたい対象としては何歳ぐらいの
子が。そうですね、今ここに置いてある本ですと0歳から4、5歳ぐらいまでが対象になってます、ね。絵本の読み聞かせっていうのはやっぱりあの育て、なんて言うんでしょう、大切なものなんですかね。そうですね、結構0歳でまだ喋れない子だとかにもあの絵本を読み聞かせているとコミュニケーションにもなりますし、そこから言葉を覚えるところにつながったりとか、あとやっぱり単純に親子で楽しめるものだと思うので、そういったところが大事かなと思います。こちらで、読み聞かせをしていらっしゃるということですか。はい、基本的にはもうあのたくさん絵本を置いてあるので、ご自由にあの見ていただいてっていう形で、ご要望があれば読み聞かせも、はい、しますっていう感じです。どうなんでしょう、やっぱり読み絵本とかっていうのは読み聞かせをしていらっしゃる親子っていうのはたくさんいらっしゃるんですかね。そうですね、私自身もあの小さい時からあのすごくたくさん絵本に触れてきて、やっぱりあのそのまま大きくなると本が好きになるかなっていう感じですね。はい、結構あの懐かしい本もあって、今日久しぶりに絵本に触れて、はい、どういったなんか絵本が人気なんですか。そうですね、人気動物とかが出てくる絵本が多いんですかね。そうですね、あの小さい0歳1歳のお子さんだと、あの擬音を使ったものだとかがやっぱり人気ですね。はい、あのリズムよく一緒に読むと、あの言葉わからなくてもあの楽しめるっていうか。なるほど、この子育て絵本子育て情報サイトミーテっていうのはどういったサイトになるんですか。ですね、どういった絵本があるのかとか、図書館とかに多分すぐ行っても、どんな絵本が世の中にあるのかとかってお母さんが、方は分からなかったりとかすると思うんですけど、そういうのをこんな絵本が読みたいときにはこういうのがありますよとかっていうのを紹介していたりとか、あと読んだ絵本を何ていうんですか、本棚みたいな感じで表示させて、どんな本読んできたか自分でこう確認できるみたいな感じで、絵本の子育てを全般的にこう支援しているサイトになります。なんかそういうのっていうのはコミュニティでこう共有できるようなこととかもあるできるんですか。ご自身だけっていう形ですかね。ちょっとすいません、そこまで。じゃあ本当にこうどういう絵本を読み聞かせればいいかっていうのは迷った時とかにこちらの方を訪問するとってことなんですかね。そうですね、使っていただけるといいかな。はい、わかりました、ありがとうございます。すみません、はい、こちらですね、絵本子育て広場ミーテという、絵本子育て情報サイトなんですけれども、今日はそちらのブースということで、たくさんの絵本が並んでいるブースに来ておりました。ブースを紹介いたしました。そうですね、今も親子連れの方がちょっと、読み聞かせを、お父さんが読み聞かせをしたりもしているんですけれども、本を読むことはおっしゃってましたけど、言葉を覚えたり、したりするのも早かったりですとか、あとは本を読むのが好きになるとか、そういった意味もあるということなので、大変心の脳を育てるところも書いてあるんですけれども、とてもいいなというふうに思います。